全世界で約3名ほどの方にご覧いただいている YouTube の時間がやってまいりました。もうちょっと見てるっていう増えましたかね、うん、絶対増えてますよ。ちょっと分かんないですけどね、増えてますかね、はい、今回我々はねこの YouTube のこの、うん、なんていうんですかフォロワーっていうんですか、うん、増やそうということでね、うん、山形までやってまいりました。山形フォロワー増えるって聞いてますよ、はい、うん、来てみましたよ、来ましたね、山形美術館の吉野石膏コレクションとかね、拝見しちゃいましたけど、いかがでしたか。いや、なんで山形まで美術館来るのかなと思ったけど、ありますよ。すごいんですね。あるんですよ。めちゃくちゃすごいやつがあるんですね。むちゃくちゃすごいやつがありますよ。あんま見たことないやつあるんですね。そう、見たことないやつがある。紹介しなかったけどゴッホとかもですね。珍しいゴッホがあるんですよ。オランダ時代の、オランダ時代のゴッホの中でもさらに珍しいゴッホが、ね、シャガールもね、見たことないシャガールだったし、はい、ありますし、貴重なのある。はい、でまだこれほんの一部ですかね、吉野石膏コレクションのほんの一部ですから。そして今日行ったところは全部歩いていける、もう楽勝で歩いて近いです。近い、はい、どこですか。あの旧済生館のね、あそこからこの美術館まで歩いてこれます。そうだ、昨日夜行ったねご飯屋さんも歩いていけるっていう昨日行ったご飯屋さんは分かんないから全員歩いていけますよ。歩いていける、歩いていけます。薄味でなかなかいいんですね、はいはい、美味しかった、美味しかった。であの山形駅も歩いていけますから。そう、全部がだから、はい、コンパクトだから全部歩いていけます。近いんだね。素晴らしいです、はい、よかったですね、はい、食べ物も美味しかったですし、はい、またぜひ行きたいもんですよね、はい、山形美術館珠玉のコレクションは20日火曜日夜9時の放送でございます。ぜひご覧ください。山形美術館で小木と握手。はい、小木はいませんのでね。